ット初レース以上戦ジャケット勝ち上がりました神奈川の松井選手です。お疲れ様でした。どうでした。本日は神奈川3勝のレースになりましたけども、まあ、組手としては先行が一番だったでしょうか。まあ、結構悪天候だったんですけども、まあ、しっかり自分の持ち味出せば、まあ、3人で決まるレースができると思ったんで、まあ、しっかり自信持ってうまくかけたと思います。まあ、道中並走にもなるかなっていうシーンもあったかなと思いますけど、あのあたりっていうのはどういうふうに見られてましたか。まあ、山口君に外で出されて、まあ、その上を野田さん来たんですけど、まあ、そこで山口君が切れなくても、まあ、そこで勝負しましたし、まあ、山口君がしっかり、まあ、野田さんのスイッチして前行ったらコースで来た瞬間にもう踏もうと決めてたんで、まあ、最初にいい形で主導権を取れたかなと思います。まあ、ベストを寄せつけずに先行になりましたけども、まあ、昨日1日休まれて状態というのはどうでしょうか。まあ、結構、まあ、1日昨日休んだんですけどそんなに疲れ抜けなかったんで、もう今日厳しい戦いになるかなとも考えてたんですけど、まあ、しっかり最後まで振り切れたんで、まあ、ちょっと体の疲れは多少あるんですけども、まあ、気持ちでしっかり乗り、まあ、乗り越えられたかなと思うんで、また気持ち切れさず明日はもっといいコンディションで迎えれるようにケアしっかり頑張りたいです。まあ、ゴールは今日もガッツポーズが出ましたけど、やっぱりはラインで決まったぞっていうポーズですか。そうですね、はい、もう神奈川3勝で決まったんでめちゃくちゃ嬉しかったです。ちょっと、はい、まあ、ガッツポーズは、まあ、決勝戦まで取ってきたかったんですけどやっぱ出ちゃいますね地元選手明日も明後日も出せると一番いいです。そうですね、まあ、いい形でレース、はい、走って、まあ、ガッツポーズ明日明後日出るように頑張っていきたいです。わかりました。では準決勝ソリコに向けて最後に意気込みお願いします。はい、今日は終わりました。また明日からも気持ち切らさず、はい、もっといいレースができるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。